皆さんこんにちは。お酒の遊園地チャンネル、なべちゃんです。焼酎担当の親方です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、麦焼酎のおもすけ、こちら3種類の飲み比べをやっていきたいと思います。これまで焼酎 YouTube でやってきましたけど、原料が違うのをね、毎回芋焼酎やって、次は麦焼酎、米焼酎みたいに、そうですね、まあ、やってきて、やっぱり原料によって味は変わってくるんですけれども、焼酎は製法によっても味が変わってくるっていうんですかね、っていうところがあるので、今回この同じブランドの麦焼酎桃助で、製法がそれぞれ違う3種類があるので、3つを飲み比べて、その製法が焼酎の味をどういう風に変えていくのかっていうのを皆さんにご紹介できればなと思います。濃いめの水割りを、今回はちょっと親方に、作っていただいて、そうですね、じゃあ早速作っていきましょうか。じゃあ今回は、なべちゃんカメラで、なべちゃんカメラですね、撮影をしていきたいと思います。これ割合とかってあるんですかね。そうですね、先ほどね、なべちゃんの方から濃いめの水割りということで、話はあったんですけども、一般的に焼酎っていうのは6:4で割るのが美味しいってよく言われますよね。焼酎が6、焼酎が6、水が4、っていう言い方がよくね、芋焼酎なんかでもお湯割りにするときに6:4っていうね、6:4のお湯割りって言いますよね、瓶が並んでる順番に、こっちから初代桃助、桃助厚生白、桃助濃厚、そうですね、まあ、この桃助っていう麦焼酎ですけど、まあ、どんな焼酎か、そうですね、親方の方から、大分県の、井上酒造さんっていうところが作ってる焼酎なんですけども、焼酎作りはやっぱりすごい定評がありまして、まあ、ここにも書いてあるようにコンクールの方でやっぱり1位を取るほどの実力を持ってるんですね、この九州のこの大分県なんですけども、熊本県の国税局があるんですけど、そこの管轄しているのが鹿児島、大分、熊本、宮崎、焼酎のメッカ、もう産地ですよね、そこで毎年その鑑評会っていうのを行ってるんですけども、そこで10年連続最高優等賞を取っているのがこの銘柄ですので、味にはもう定評がありますよね。なるほど、まあ、当然うちのお店の方でも、人気でよく売れてます。まあ、人気がありますよね。人気ありますね、もう早速飲んでどんな味がするか、そうですね、ていきましょう、試してみましょうか、初代桃助の、すごい爽やかな香りですね。美味しいですね。飲みやすいですよね。そうですね、飲みやすいですね。飲みやすいんですけど、その味はちゃんと分かる、さっぱりした甘さがありますよね。香りもすごく爽やかな甘い香り、アルコールのこうきついツンとする感じは全然なくて、まあ、そうですね、この初代桃助なんですけども、以前にもねお話ししたと思うんですけど、蒸留方法には蒸圧蒸留と、まあ、減圧蒸留と、2種の方法ありますよってことをね、お話ししたと思うんですけども、まあ、この初代桃助は減圧蒸留の方で作られてる焼酎ですんで、まあ、ちょっとね滑らかな口当たりに仕上がりますよね。ただやっぱり麦の特徴の香りっていうのはしっかりきますし、あとからその甘みが感じられる美味しい焼酎になりますよね。そうですよね、やっぱりそう、結構麦っていうと香ばしい感じがすごく印象としてはありますけど、より甘みが引き立つような感じで、すごく柔らかい口当たりですね、これが減圧蒸留の、まあ、味わいなんですね、次も行きましょう、行きましょう。厚生派、そうですね、厚生派ですね、これまた先ほどのとはタイプが変わりますね。ちょっと香りが強いんですかね。そうですね、で先ほどにちょっとこうキリッとしたというか、そうですね、引き締まったというか、ふくよかな甘みっていうよりは本当にすっきりしてますね、香りが、特徴ですね。桃助の厚生白なんですけども、まあ、これも初代桃助と同じように減圧蒸留で作られてますので、まあ、あのソフトで、甘みを感じる仕上がりになってるんですけども、厚生白
ということなので、はいはい、原料となる麦をもうたくさん削っているということですよね、はい、日本酒でいうとこう吟醸酒みたいな、はいはいはい、そうですね。なので香成白という名前になっているんですけども、うん、蔵元さんにちょっとね先日確認したんですけども、はい、まあ、通常初代桃漬けの方は、はい、まあ、麦を 65% まで磨いているんですけども、はい、まあ、この香成白に関しては 50% まで削っているので、あ、日本酒でいうと大吟醸、そうですね、大吟醸と同じ削り方ですよね、はい、なので余計その麦の雑味がなくなってキリッとした綺麗な味わいになってきて、でその分香りも良くなっているのかな、うん、こう同じ減圧蒸留ですけどタイプの違う感じなんで、例えばこう合わせる料理なんかも、初代桃漬けは減圧蒸留でガツンとした味わいではないので、うん、まあ、お料理全般によく合うと思うんですよね。なので、まあ、あえて言うんであれば、例えばそうですね、野菜の旨味をちょっとこう引き出しているような八宝菜であったりとか、うん、 はい、あとはそうですね、唐揚げとか居酒屋の定番メニューですよね。まあ、大分はね唐揚げ有名ですからね、はい、あとはね、そうですね、焼き鳥だったりとか、そういったものなんかはちょっと味の濃いものもあるんですけども、口の中をこうさっとこう洗い流してくれるというか、そうですね、はい、甘さがあるんでそのしょっぱいもの合いそうですよ ね、 こっちの香成白の方、こっちの香成白、そうですね、原料を 50% 磨いてて、はい、うんうん、香りがやっぱり特徴的な焼酎に仕上がってますので、うん、刺激の強い風味のお料理よりも逆にその素材を生かしたお料理、なるほど、うん、はい、お魚の塩焼きであったりとか、うん、お刺身であったりとか、うん、そういったお料理によく合いますよね、うん、なるほど、おつまみを食べた時にこの香りをこう邪魔しないような、そうするとこう、ね、相乗効果に相まって余計お酒が美味しくなるんじゃないですかね、はい、まあ、すっきりとした甘さなんで、ちょっとしょっぱい料理だったりとかちょっと酢の物みたいな、そうですね、はい、酸っぱい料理なんかも合うんじゃないかなと、はい、甘みと酸味ですね、そうですね、はい、はい、よく合うと思いますよね、はい、はい、最後こちら、そうですね、はい、はい、濃厚試してみましょうか、もう、はい、名前からして濃厚ですけどね、はい、おお、あ、すごくもう焼酎っていう本当にその麦の原料の香りっていうのがすごくしますね。香ばしさもこちらも香ばしさは少しはあるんですけど、うん、より強く感じる、原料の麦がもうインパクトがガツンってきますよね。そうですね、うん、甘さを抽出したこっちは感じなんですけど、はい、まあ、よく雑味がまあ旨味みたいに言いますけれども、はい、いろんな味がその旨味をこう引き上げてくれてるっていうんですかね。そうですね、これはどういった製法でできてるんですかね。これは桃漬けの濃厚っていう、はい、タイプになるんですけども、うん、こちらはこの2種類と違って蒸圧蒸留、蒸圧蒸留、はい、という形で作られていますよね、はい、ですんで麦の旨味っていうんですかね、麦から麦の旨味が全てこう抽出されてる、うん、作りの焼酎ですよね、はい、じゃあ何が違うのかというと、まあ、減圧蒸留、読んで字のごとく圧力を減らした蒸留ということで、うん、減圧器の中の、まあ、気圧を下げるんですよ、うん、で継ぐことによってよく登山で山登りして、はい、山頂に行くと、はい、息切れしたりとか、はい、お湯を沸かすと100度より低くお水ってわけじゃないですか、はいはい、そういう気圧が下がってるんですけど、うん、まあ、これも蒸留機の中を同じように気圧を下げてるので、うん、まあ、通常麦を蒸留するときに麦のその雑味の部分っていうのはやっぱ沸点が高いので、うんうん、麦本来の部分っていうのをエキスが十分生かされてるもの、なるほど、でそれに対して蒸圧っていうのはやっぱりその一定のそのままの通常の気圧でやってるので、うん、麦の旨味であったりとか、はい、麦全てが抽出されるんですよね、うん、確かにもう系統からしてインパクトが違いますよね、うん、そうですね、はい、味が本当濃厚っていう通り濃い、同じアルコール度数なんですよね、はい、はい、なんですけど本当にその度数もちょっと高く感じるというか原酒に近いような感じがするというか、そうですね、これがこの蒸圧蒸留の特徴ということですね、はい、結構やっぱりじゃあこっちと合う料理なんかも変わってまた変わってきますよね、うんうん、しっかりした味わい、パンチのある味わいですので、うん、濃いお料理に合いますよね、うんうん、お醤油を使った、まあ、例えば角煮であったりとか、うんうん、そういった味の濃いお料理にも合いますし、逆に麦なのでちょっとこうチョコレートなんかも合うかもしれないですよね、あ、香ばしさが、そうですよね、なるほど、はいはい、香ばしい香りが非常にそうですね、はい、感じますので、はい、そうですね、やはりこう3つこう飲み比べると全然違いますね、そうですよね、はい、特にこの減圧と蒸圧、この違いはかなり感じました、ね、ね、はい、なので、ね、麦焼酎、ね、ご購入するときに、うん、まあ、ラベルを見て、うんうん、これが蒸圧蒸留なのか減圧蒸留なのか、まあ、香成白って言って削ってるものなのか、
そういったものをこう見ながら自分のお好みのものを選ぶっていうのもまた楽しくなるんじゃないですかね。今回は64の水割りで飲んでいきましたけど、はい、まあこれからね、寒くなっていくんで、そうですね、まあ、お湯割りだとより濃いもの、あと香りが高いものなんかね、味の特徴が出てくると、ね、はい、思いますので、まあ、そういった感じでお試しいただければと、はい、思います。今回もご視聴いただき誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。さよなら。酒の遊園地、さあ乾杯、みんなで乾杯、楽しい人生を。